皆さんこんにちは、ちーです。今日はちーの世界第2弾、傷ついたインナーチャイルドを癒すためのヒーリングセラピーで作ったネイチャーアートを紹介いたします。それではご覧ください。ネイチャーアートの完成です。